こんばんは。これ生徒に質問された問題です。これ2016年度か。2016年度の、あ、ちょっと待ってください。2016年度の高2か。高2の1月の進研模試ですね。1月の進研模試です。はい、じゃあ行ってみましょう。2次関数 fx イコール x2 乗プラス 2ax-3a があり、y イコール fx のグラフは x 軸に接していると。ただし、a は0でないと。1番、a の値を求めようと。2番、pq は定数として gx イコール fx プラス px プラス q と置くと。y イコール gx のグラフは y イコール fx のグラフを x 軸方向にマイナス1、y 軸方向に1だけ平行移動したものであると。で、pq の値をそれぞれ求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。まず、見えるかな。平方完成したのか。fx を平方完成します。そしたら、ここまで行き着きます。じゃあ、頂点はマイナス a、マイナス a2 乗、引く 3a ですね。よって、この y 座標が、だから、これ下に凸で x 軸とぶつかってるってことは、y の値が0になればいいですね。だからこれイコール0を解いてくれればいいと。あとは、まあ、a が0じゃないので、回答マイナス3と。いいですかね。で、2番。じゃあ 1番、だから a イコールマイナス3を代入すると fx はこう変わると。平方完成してこうですね。で、頂点は3、0じゃないですか。で、ここでですよ。したがって y イコール gx のグラフの頂点、あくまでこれ fx の頂点ですね。じゃあ gx の頂点は、この fx の頂点を x 軸方向にマイナス1、y 軸方向に1だけ平行する移動すればいいから、結局2、1になりますね。gx の頂点が2、1になればいいと。よって y イコール gx イコールx-2 の2乗足す1に変わればいいと。いいですかね。頂点が2、1だから。で、展開するとこうと。じゃあ、今 gx これですね。じゃあ、これでまず置いといて、で、もう1個、はい。今度もう1個、gx はこう書いてますね。じゃあ、さっきの fx 代入して、あと px プラス q でまとめるとこうなると。で、これが、さっきの1番、この1番と、いいですかね、この1番ですね。さっきのこれですね。1番と2番が当然一致しますよね。1、2より、じゃあ、係数比較。p-6 イコールマイナス4。9足す9イコール5と。ということで、p が2、9がマイナス4。という解を持ってきてください。はい。じゃあ、以上です。